皆さんこんにちは、 DIY チャレンジのタカです。今日はですね、日産のデュアレス、海外ではですね、キャシュ会ですかね、キャシュ会という名前で、販売されていた、今もされているのかな、されていた、車両になります。日産のデュアレスですね。で、車検証を見るとですね、日産 UK ですね、イングランドになっておりますが、一応ですね、これ前期型なんですが、後期は、日本国内でですね、生産、販売されていたっていう形になります。はい。で、こちらのね、エンジンオイルと、オイルフィルター、オイルエレメントというね、表現をされていることもあるみたいなんですけれども、今回私が手元にあるのは、オイルフィルターですね、交換していきたいと思います。で、まずですね、手始めにですね、今日ね、使う、工具紹介していきたいと思います。で、最初になんですけれども、こちら取説ですね、まずエンジンオイルですね、こちらのエンジンオイルは、オイルのみの場合は 3.6 リットル、オイルとオイルフィルターの場合は 3.8 リットルですね。で、年度指定は 0W20 ということになっております。はい。で、一応ですね、夏とかになると 10W30 もあるんですけれども、まだね、外気温がそんなに暑くないということで、0W20、燃費重視の、オイルを指定していきたいと思います。で、ちなみになんですけれども、ディーラーさんの方に聞いたらですね、シビアコンディションと通常の標準コンディションがありまして、シビアコンディションの場合は、8キロ未満の、ストップアンドゴーを繰り返す場合だとか、山岳部を走ったり悪路を走ったりという場合は6ヶ月で7500キロペースで交換した方がいいと。で、標準コンディションの場合は1万5000キロまたは1年という形になっております。はい。で、こちらの車はですね、シビアコンディションではないんですけれども、だいたい8000キロぐらい周期で交換しているような感じになりますね。はい。それではですね、まず、こちらの排油系ですね。で、こちら網張ってあるのは、ドレーンとかね、落としても、ポチャンってならないようにですね。で、それからですね、こちら 0W20 ですね、和光ケミカルさんの、オイルになりますね。はい。で、3.8 リットルですね。ちょっとね、これ斜めになってますけれど 3.8 リットル入ってます。はい。0W20 ですね。で、日東工業さんのオイルフィルター 4ND-110 ですね。サブ番号が11021ということになっております。で、こちらのフィルターはですね、主に日産用ということになってますね。はい。日産、いすゞ、マツダ、スバル、スズキ、三菱になってますけども、いすゞだとファーゴとかコモ、エルフ、大きい車ですね。で、マツダはファミリアですね。で、スバルはレオーネ、スズキはランディですね。ランディというと、日産のセレナの OEM の車ですね。MR20 と、同じ MR20 のデュアレスとかと同じエンジンですね。で、三菱はランサーの 1500cc、1600、1800という形になっておりますね。で、日産車は大体こう、たくさんありますね。はい。で、あと、ブレーキクリーナーですね。で、それから下回りちょっと暗いかもしれないので、このライトですね。はい。で、それからカップレンチで、65mm、64mm かなと思います。はい。で、それからですね、下のクリップ外す用の、こういったものですね。はい。ちょっと初めてやるのでね、どれが合うのかということで、ちょっと下調べしてないので、12、14、14、17ぐらいで用意させていただきました。それから安全上にですね、こちらの馬を用意させていただきました。はい。そしたらですね、早速、交換の方をしていきたいと思いますので、今ですね、アイドリングをですね、十分に行った状態ですので、これからですね、ジャッキアップをして馬をかけていきたいと思います。それではですね、アングルの方を変わります。はい。ではですね、今ジャッキアップをして、下にアクセスできるようになりましたので、このような、道具を持って、ちょっと下のパネルを外していきたいと思います。はい。器用な人はですね、こういう道具じゃなくてもできるかもしれないんですけれども、ちょっとね、カメラのアングルとかもありますので、ちょっとパネルをね、外していきたいなと思います。では、ちょっとね、下の方に潜っていきます。よいしょ。はい。下に潜るとですね、このような感じですね。はい。で、まず最初にですね、
こちら、最初にね、こちらがですね、オイルドレーンになりますね。はい。でオイル交換だけだと別にアンダーパネル変えなくてもいいんですけれども、まあ今回ですね、オイルフィルターも変えますし、ちょっとカメラも入りますんでですね、この辺のね、邪魔なところ全部外していきたいなと思います。いくつかね、クリップ取れてるところもありますけれども、まあ、ちょっとね、外していきましょう。はい。まあ、この辺はですね、まあ別にこれじゃなくてもいいと思います。まあ真ん中のところをですね、フリーにしてあげれば、どんどん外れていきますので、はい、1,2,3,4 ですね。1個これないですけどね。はい。あ、これが後に刺さってるタイプですね。なので、最初からいくと、こちらですね。はい、こちらを、外していく、前の方を外していく感じですね。はい。まあ、順番とかね、先にボルトの方がいいとかクリップの方がいいとかあると思いますけれども、まあどんどんね外していきたいなと思います。はい。前だけクリップがちょっと違うタイプがついてるのかな。はい。まあ、このクリップとかね、古くなってくるとパリって割れちゃうのもありますからね。なんか嫌な音してますね。ちょっと前は特別必要ないと思うんで、ここのね、ここだけちょっと外していきましょうか。これ10ミリだと思いますので、ちょっと10ミリね取ってきます。はい、10ミリね取ってきました。こちらね、ここと、ここ2箇所ですね。ここ2箇所を外して、多分ね、この2箇所外したらこれ差し込んでるだけなので、ここ外れればまあ問題ないと思います。前のここは別にいらないと思いますのでね、外さなくていいものはなるべく外さないようにしたいと思います。クリップのね、ちょっと再利用とかできないとまたそれはそれで厄介なことになりますので、ね、緩めていきます。そしたらですね、ちょうどいいですね。ここの真ん中のこのパネル、これをピッて取れば、ちょうど、皆さん見てください。こちらですね、オイルフィルターが出てきますんで、なので、ここはですね、外さなくても大丈夫ですね。はい。大丈夫です。外さなくても。はい。まあ、ネジもね、まあ、特に残ってればこれでいいでしょう。ここに差し込むだけなので。はい。じゃあ、こういった形でですね、ブラブラするので止めといた方がいいですね。はい。これが、はい。ネジもね、こういった形で、ここに差し込んでる、ここをですね、外すとこれが抜けてくると。なので、今からオイルを、まずここ、このオイルを抜いて、そして今度はこちらのオイルフィルターを外していくという形ですね。まあ、なかなかこうね、今の車ってこういうアンダーパネルがありますんでね、ちょっとめんどくさいですけど、ただまあこれ全部外す必要はありませんので、これだけなのでね、まあ、そんなに大変じゃないです。はい。じゃあですね、ちょっとこちら、17mm? 14mm?、ちょっとね、確認して外していきたいと思います。ではアンダーパネルを外します。はい、ではですね、今、サイズの方を確認してまいりました。サイズはですね、14mm ですね。はい。でこちらですね、緩めていくような形になります。でまずですね、手でちょっと叩いてあげれば、このように緩んでいきますのでですね。はい。で、ある程度緩まったらですね、ネジ山を手で持って、そしてですね、OB しないように押さえながら、灰を排出していきたいなと思います。
で、まあ、これね、抜いてる間にですね、このような感じで抜いてる間に、ちょうどね同じような位置にありますんで、こちらのね、フィルターもねちょっと緩めていきたいなと思います。ではね、カップ持っていきたいと思います。はい、ではですね、今フィルターを持ってきました。サイズはですね 64mm だと思いますが、ちょっとですね、なんかこう先端の方がね錆びててしっくり入らないので、ちょっとですね、このまま無理くりやっても外すの大変になっちゃいますので、汎用的なねフィルターを持っていきたいと思います。ではアングル変わります。はい、ではですね、今別のちょっとオイルフィルターレンチで持ってきました。なんかねこの三角おにぎりみたいな感じでこう可変するタイプですね。なんで錆びた、そのフィルターなんかでですね滑っちゃう場合なんかは、こういうのね結構有効ですね。はい、ではですね、こちらセットしてやっていきたいと思います。グッとね掴んでくれるんですよね、これが。はい、で閉まったところでこう回していくと。である程度ね回ったら、これ手でもう回ると思いますんで、よいしょ。この車もあれですね、結構フィルターとオイルドレーンが近いのでですね、受ける位置が1箇所でいいので結構楽ですね。微妙に狭い位置なので、うまいことしないと手が汚れたりとか怪我したりとかしますんでね、手袋をした方がいいですね。よいしょ、よいしょ、うお、結構きますね。でね、今ね取り出したのは、こちらですね、ボッシュさんの、N8 というオイルフィルターになりますね。はい、こちらですね。はい、手袋した方がいいですね。はい、じゃあですね、ちょっと新しいフィルター持ってきたいと思います。ではアングル変わります。はい、ではですね、今ある程度ね油が抜けたところで、こちらのねドレーンを締めていきたいと思います。はい、まあ、パッキンはね、再利用した方がいいと思いますが、まだねいけそうだったので、こちらちょっと再利用させていただきます。はい、で、こちらのですね、オイルフィルターついてるとこちょっと見えづらいんですけど、アングル的にちょっとね、ブレーキリーナー吹いて、これでちょっとお掃除しておきたいなと思います。この辺って掃除しづらいですけどね、はい、ちょっときれいにしておきたいと思います。でですね、ブレーキリーナー吹いたところ、軽くちょっと、オイルパンもね、拭いておくことで、気持ちもいいし、もしねオイルが滲んでいる漏れてるっていうのがね、発見しやすいようになりますので、こういった形で軽く拭いていきます。はい、こんな感じですね。はい、そしたらですね、もうこちらの、ドレンの方ですね、14mm、ちょっと本締めの方をねしたいと思います。でもこういう形でですね、まず、まだ手でいきますね。はい、緩く回して、でもう短く持ってですね、左手でグッグッと、こういう形でいいと思います。はい、ではですね、こちらのフィルター入れていきたいと思いますので、アングル変わります。はい、今からですね、オイルフィルター変えていきたいと思います。エコフィックスオイルフィルターって書いてますね。はい、こちら日産用 4ND の110というものですね。ハイフンってないけど110-21というふうになってます。こちら変えていきたいと思います。はい、でこちらね、こういうふうになってますけれども、
ここにですね、一応シミを塗って、締めていくんですけれども、私の場合はですね、こちらの、排出したオイルから出てきた油をですね、ちょっといただいて、軽くちょっとこういう風にね入れます。こうやってね滑りを良くして、それで、締めていけばいいかなと思いますね。今からですね、締めていくんですけれども、後でね、フィルターやるよりもこっちで先に、ね、狭いのでさっとやっといた方が締まりやすいかなと思いますので、これでセットして、でこれで入れていきたいなと思います。よいしょ。でも最初は、手で回るところまでこう回していきます。はい。で着地をしてから4分の1回転、4分の3回転ですね。はい。ただね、手で、よいしょ。ちょっとね、手がね、油ついてるんで滑っちゃってるんですけど、これでまあ、今、ちょうどピタッと着地したような感じなので、こっからですね、4分の3回転していきたいなと思います。はい。そしたらですね、これで回していきたいと思います。まずこれで今半周ですね。そしてはい、これで4分の3回転ですね。これあんま締めすぎるとね、良くないということで、昔私もね、たくさん締めた方がいいのかなということで、たくさん締めてた時期もあったんですけども、結構ね、ベテランの方から、そんな締めなくていいよってことでご教授いただきましたので、それからはですね、ちゃんとマニュアルに、沿ってですね、やってます。はい、はい、そしたらですね、今オイルフィルターや OK ですね。でこちらも、締めましたので、今度はですね、オイルを注いでいくんですけれども、まずね、アンダーパネルをね、つけないとダメなので、戻していきたいなと思います。じゃあ、ね、工具を持ってきて、アングル変わります。はい、再びね、下の方にやってきました。で、もう一度ですね、アンダーパネルを、やる前に再確認なんですが、オイルフィルターを交換する場合もですね、こちらのアンダーパネル、こちらとこちら2分割になってるんですけれども、両方外す必要はなくてですね、1,2,3 ここの3箇所ですね、緩めてスッとこう抜けばですね、OK な形になっております。はい、一見ねここも外さなきゃいけないかなと思ったんですけれども、ここだけで OK ですね。はい、ご参考にしていただければと思います。フィルターの位置はですねこちらですね。はい、カップサイズはね 64mm、まあ、65mm でもいいと思いますが、64mm がピタッという形ですね。ちょっと錆びてたりすると入らないのでね、汎用的なものを使った方がいいですね。でこちらのドレンボルトのサイズは 14mm ですね。はい、ではですね、アンダーパネルを、戻したいと思います。はい、ではですね、今アンダーパネル持ってきましたので、こちらですね、重ねて差し込んでいきたいなと思います。はい、ちょうどね、重なるようになっています。はい、でまずね、透明のボルトで締めるところを締めて位置決めをしてですね、こちらもですね、透明ですね。はい、こちらの透明も締めていくと。なので全部外さないとなると結構楽ですね。はい、最初ね知らないとなんかこう全部外してしまいがちなんですけど、後ろだけで大丈夫ですね。ここもね、外さずに手突っ込んで回すとかいう人もいるかもしれないですけど、ここは汚れちゃいますんでね、やっぱ外した方がいいですね。透明で2箇所ですね。で、あとはクリップで止まってますね。そして、こちらですね。
とね、最近の車は燃費とか空気抵抗とかいろいろね、考えて作ってあって、こういうアンダーパネルね、ついてるケースが多いので、その車によってケースバイケースだと思うんですけど、どこだけどこまで外せばいいのかとかね、それを知ればね、結構楽に作業できると思いますの で、あとはですね、こちらあとクリップでパチパチって止まってるだけですね。はい、このようなね、クリップで止まっているだけになります。基本ね、クリップもね、再利用できない仕組みになってるんですけど、こういうふうにね、入れてパチッと押すだけですね。はい、これもですね、まずここに入れてパチッと押すだけ。はい。はい、こちらもですね、ここに入れてパチッと押すだけで、こちらもですね、ここに入れて、ちょっと待ってくださいね。こちらもですね、ここに入れて、先に土台を入れて、あとここパチッと押すだけですね。はい、あと残るはセンターですね。センターのこの土台を、まず入れまして、ここにパチッと押すだけですね。今回ですね、こちら1、2、3箇所で、1、2、3、4箇所、外して、クリップの、ね、再利用できましたけれども、何回もねつけたら外したりしてるとこちらクリップ割れてきますのでですね、予備を持って、それから作業した方がいいかもしれません。はい、今回は、ね、無事作業できましたので、上の方にね回って、オイルを注いでいきたいと思います。ではアングル変わります。はい、ではねアングル変わりまして、エンジンルームの方にやってきました。オイル、だけの場合はね 3.6 リットルなんですが、オイルフィルターと同時の場合はですね、3.8 リットルということで、今回は 0W20 和光ケミカルさんの、オイルですね、オイル検討ですね、入れていきたいと思います。でこぼさないように一応ですね、最初飲み込みとかもね、ちょっと心配なので少しずつで、ちょっとねこちらのねゲージもね、こちらもですねちょっと、浮かしといた方が空気が入りますので、それでちょっとやっていきたいと思います。まあ、0W20 の指定なのでね、結構飲み込みいいと思うんですけど、注ぎ口がねちょっとね細いというか、そんなにガバッと開いてないのでちょっと心配なので、ゆっくり注いでいきたいと思います。 3.8 リットルですね。はい、でこちらの車の取説を見ると、15,000キロもしくは1万キロで、0W20 の指定というふうに書いてありました。でもしですね、毎日、8キロ以内の通勤とかで、もしくはストップアンドゴーが多いお買い物とかで、使っているよということであればシビアコンディションになりますので、その場合は7500キロ以下で、半年以内に交換してくださいねってありました。でまあ、0W20 が標準ではあるんですけれども、まあ、5W40、10W30 っていうのは、走行距離に応じてですね、粘土をね、硬くしたりとかいうのは調整してくださいねというのも、記載がありました。はい、まあ、こちらの、ね、車ねまだね、そんなに距離走ってないのでですね、はい、0W20 ということでやっていきますけれども、8万キロを、ね、超えてくるとディーラーさんでもですねちょっと硬い粘土を、進めるケースが多いというふうに聞いております。はい、もうすぐねそろそろ入りそうですね。結構ね、粘土がですね、0W20 ということでですね、
トロトロトロっと入っていくような形になりますね。はい、だいたいいいかなと思います。はい、ではですね、注ぎ終わりましたので、こちらのですね、オイルの、ね、キャップを閉めて、あんま閉めすぎるとね、あれなのでキュッキュッと閉めて、であとですね、こちらのゲージも、閉めて、で今ねこれジャッキアップした状態ですので、平坦なところに下ろして、そして、エンジンをですね、5分から10分ぐらい、かけて、でさらに、5分から10分ぐらい冷まして、完全にねオイルパンに、オイルが落ちた状態で、中のね、オイル量が 3.8 リットル入れて、しっかりねゲージの中に入っているかどうか確認したいと思います。ではですね、まあ、このまま流していると尺が長くなってしまいますので、一回ね、動画をカットしまして後でつなぎたいと思います。ではアングル変わります。はい、じゃあですねアングル変わりまして、今ね、アイドリングをだいたい 7,8 分ですね、そして冷まして10分以上冷ましました。オイルパンには、全部落ちている状態なので、こちらのレベルゲージをやってですね、まずですね、オイルをね拭き取ります。はい、で拭き取ってですね、こちらのですね、ポチとポチの間ですね、 L って書いてますよね、そして、上の穴ですね、こちらの間に入っていれば OK ということで、注いでいきます。そしてですね、これでどのぐらいまで入っているかということですね。はい、ちょうどですね、ちょっと見づらいかもしれないんですけども、まあ、透明でですね、ちょうど前上のねこのポチのちょっと下ぐらい、ちょうどいいところまで入ってますね。はい、入れたてほやほやの透明なオイルですね。はい、なので、これでですね、オイル交換が無事完了しましたということですね。でキャップも OK、 こちらも OK ですね。はい、で以上ですね、簡単ではありますけれども、日産デュアレスの前期型ですね、まあ、前期も後期も一緒だと思いますけれども、こちらはですね、日産 UK、前期型の、日産デュアレスですね、こちらの、エンジンオイル、そして、オイルフィルターの交換をさせていただきました。まあ、詳しいですね型式だとか、もろもろですね、説明欄入れておきますので、またご参考にしていただければと思います。本日はですね、エンジンオイルの交換、動画ですねご視聴いただきましてありがとうございました。またですね新しい動画でお会いできればと思います。ありがとうございました。